e i 系、氷河急行用に製造された17メートル級の一等車、A1253 から1256系の A1254 号車、e i 系、本線系統用18.5メートル級の二等車、B2341 から2373、型の B2372 号車 e i 系の荷物車、D4219 から4226系の、 D4220 号車 EI シリーズ A1254 号車の車体表記、レーティッシュ鉄道 e i 系客車は、スイスのレーティッシュ鉄道で使用される客車である。1960年代のレーティッシュ鉄道では、休憩の構成客車や車体中央に、扉のある初期の軽量客車が使用されていたが、本系列は、旅客の増加に伴い、 それらに続いて1962年から1979年にかけて FFA 製の EI 型狂気用標準型客車を EI 系として計1 3 8両を導入したものであり、客室の等級や使用路線による前兆の違いなどによって多くの形式に分かれている。なお、スイスの狂気支鉄用の標準型客車はレーティッシュ鉄道で使用している。 FFA 製の EI、E2、E3、PA90 型のほか、シグ製の EI、E2 系、SWP 製の EI 系、アクマブ製の EI、E2 系などがある。ベルニナ専用、B2457 号車の SWP68 台車、EI 系、BT1703 号車を先頭とした、アローザ急行改造後の EI 系。 BT1701 号車を先頭としたアローザ線の列車 EIK を中間車としたネバレットか。ありがとうございます。